こんにちは。今回はアルファディアスの、まあ、最終形態ということで、まあ、今回面白いね、デッキがあったので、ぜひ紹介したいと思うんですけども、まずこの新しく追加された粛清者モーリッツっていうカードがめちゃくちゃ恐ろしい能力を持っていて、まあ、メタモーフっていうのは自分のマナーゾーンが7枚以上あれば効果を得るんやけども、自分のクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のパワーが一番小さいアンタップしているクリーチャーをタップすることができると。でこれ何が強いかっていうと、アウゼスとのコンボが繋がるんよね。で今までこの呪文カードの例えば天使と悪魔の審判とか使うことによって、まあ、タップさせて取るっていうのが結構主流やったんやけども、まあ、今回このモーリッツを採用することによって相手のクリーチャーをね、クリーチャーが出るたびにタップすることができるから、まあ基本的にね、あの毎ターンデーモンハンドを打つことができるって感じやね。だからもうタップされるっていうのがこのカードのその破壊の条件なんやけど、破壊の条件をモーリッツが召喚されている限り、簡易的にすることができると。これでアルゼスとモーリッツの効果によって相手のクリーチャーを毎ターンデーモンハンドを打つことと同義とすることができると。さらにこのねデッキの素晴らしいところは、自然文明入れることによって一気にマナ加速をしながらアルファディアスを召喚する、アルファディアスで戦いをね終わらすこともできると。だからもう実質的なエンジェルコマンドの最終形態、エンジェルコマンドの中でも一番強いデッキの構築と思ってもらってまあいいと思うんですけども、それから口寄せの化身というカードがね2枚入ってるんやけども、やっぱドローソースというものを結構意識していて、まあドローすることにも注力を当てていると。まあアルファディアスの構築ね、いろんな方紹介してると思うけども、この自然文明を採用するモーリッツ構築っていうのがもう一切の猶予を与えないんで、ドルバルムの構築だろうが自然文明入れてることによって、まあ相手もチャージャーでねチャージしてくるけども、こっちもチャージ能力がスカイソードとか入ってるから、まあ、一気にマナ貯めてもアルファディアス降臨されてドルバルムを封じて、ボルメテウスサファイアドラゴンに関してもモーリッツがあればもう何もできないんで、もう何もできないんですよ正直。でシールドトリガーも強いから入ってるしね。だからアルファディアスの実質的な最強構築なんで、もうぜひともね最後まで見ていただいて、この構築を作るかそれとも作らないのかっていう大きな決断をねしてもらえればいいかなと思います。さあマッチングしました。対戦ねよろしくお願いします。今回ね面白いまた構築を持ってきたので、ぜひ耳を傾けてですね見てほしい。で今回この口寄せの化身っていうカードがめちゃくちゃ重要なカードになってくると思います。まずフェアリーライフによってマナーを加速していこうか。でこの口寄せの化身をマナーに置いても二角の長寿に回収できるっていうのがまずこの構築の素晴らしいとこやね。まずは一枚目、このな粛清者モーリッツはね今回まあ結構主役的な面であるけど、マナーゾーンに置かれることによってまあ、まあな安全なとこへまあ行ったという意味ではまあいいとするか。地獄の終焉のモーカーまでの未来の道は運命の兆しを与えてはいなかったということだ。でマナーをチャージするのかっていうところ悪いんやけども、ここはね、まあ、ボイジャーから召喚していきたいってのあるよね。まあ、マナーチャージもしたいってのあるんやけども、やっぱりそのエンジェルコマンドを横展開ね序盤からする、この序盤からするっていう意識がすごい重要、意識的にねやっていくっていうことがすごい重要やと思うよね。おかかかかこんにゃく、お前の力を見せてみろよスノーフェアリーだシャキー。まずは一枚目、なかなか面白い構築を持っているじゃないか。お前の動きしかと見たぞ。だがな俺に勝てるというのは甘えた話になるんだよ。ボイジャー召喚ペーン、精霊たちよ、精霊たちよ、精霊王の力を割りにくれ。このマナチャージのスカイソードもいいね。まあ、こんな感じでこう手札を減らさずに展開できるっていうのが、まあ、この構築のすごいところだよね。そしてアルファディアスを降臨した時に相手はどんな顔をするのか、それが楽しみだね。地獄の最中にもだえ苦しむ姿を見るのが俺にとって絶望の快楽になるのだよ。うわー、ウキウキコケコッコー、ウッキウッキコケコッコー、お前まあそう簡単にアルファディアスを降臨させないということか。面白いね。まあそうでなくっちゃでも面白くないよね。そう簡単にさなんかやられてもらっても困るわけですよ私からしても、うん、もっと耐久力のあるデッキ戦えてね、天地の構え、まあ、でもさすがサウダントスピアをこう序盤に捨ててるからこそこういうことができる。これボルバルザークを入れてる可能性も高いね。でもこういうことをしてくるからしてくるのはむしろありがたいんですよね。粘ってくれるデッキでどう？いるわよカットちゃん、
まさか私のアルファディオスまでも処理しようとは、召喚さえも封じるとはな。面白いじゃないか。いいね。君のその動きしかと見届けたよ。だがこのデッキは恐ろしいことに、アルファディオスを召喚するための布石というものがいかなる場合にも揃ってるからね。大地の恵みを我に捧げよ。これなんですよね。口寄せの化身の効果でて、次のターンに多逆的なドロー操作を促す。さらにモーリッツは自分のクリーチャーが召喚されたら相手のクリーチャーをタップさせるというね、強靭的な肉体勢力を持ってるわけですよね。うっきーうっきー、お前さ、その程度の火力が俺に通じると思ってんのか。俺のこの盤面制圧力をお前は見ることになるんだ。メタモーフの効果を発動させてもらうぜ。モーリッツ召喚、ベーン。まずは1枚目、まずは1枚目。さらにボイジャー召喚、ベーン。精霊たちを、精霊王の力を上り、さらにタップしていく。こんな感じで、あのアウデスの効果を、なんやろな、無限にできるんですよ。だからそのタップさせることでアウデス使うし、アウデスとモーリツのこのなんかコンボがやばいんですよ。今回これが一番見せたくて、そのタップされるとアウデスで破壊される。だからどんなクリーチャーでも取られちゃうんですよ。1万だろうが2万だろうが5万だろうが10億だろうが100億だろうが、どんなカードを展開しようが、意味のないということになっちゃうっていうのが今回のこのデッキの恐ろしいところであると。いくよ、ボイジャー召喚で、これの効果でタップされると、タップされるとアウデスに破壊されていく。この地獄の温度、苦しいね。そのために絶望と快感が渦を巻くぜ。タップされると、アウゼスネット破壊されていく。これが恐ろしいよね、今期の。だからもう相手にクリーチャーを召喚するっていう未来を与えないんですよ。まあ、よくぞ6ターン目のアルファディオスをね、まあ、ケアしたっていうのは。おー、口寄せの化身は今回結構面白いカードやったのに、まあお前はその程度しかできないということだ。たかがその程度で私に何ができるというのだね。我らの使命を制覇する時だ。まず1枚目、断罪の時、断罪の時。なんですってさ、単体でもうざいのに、このモーリツが採用されることによってもう何もできないからね。もう何もできないんですよ、こんなのは。ああ、たかがそんなカードで何ができるというのだね。絶対に絶対に諦めない。俺は諦めないよ。安在の時、安在の時、安在の時など愚かな者に進化を捧げるのだ。まずは一枚目。おわー、おわー、発動です。小賢しいな。だからその程度のカードで私の猛攻を防げない。これがね、今期のこのモーリッツのデッキの面白いところになると。さあ、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。まあ、ちょっと一戦目ね、ボコボコにしてしまったんやけども、やっぱモーリッツっていうカードがすごい強いよね。このアウゼスとのシナジー効果、それがすごい強いで、やっぱマナカ族のその二角の超人やったり、この自然文明のさ、やっぱ自然文明を入れるっていうのがやっぱり強いよね。まあこれはずっとまあ見られてる構築なんやけど、やっぱその自然文明を入れることによるメリットっていうのはすごい感じるよね。うわー、で今回これ自然文明来てないけど、マナチャージができなかった時にも勝てるような構築してるから。小賢しいな。で、これドルバルムの構築やと思うんやけども、お、小賢しいだ。デュランジャウスを入れてるのか、面白いね。まずは1枚目。だからボイジャーの横展開からのアルファディアスの降臨を防ぐことができるかな。お前がそれができる可能性というものは1ミリたりともありえないわけだ。ボイジャー召喚、精霊たちを、精霊を我に続け。いいね、この口寄せの化身も強いよね。ああ、なんだそいつ、小賢しいな。無駄な抵抗すんなよお前、ハゲモンスターどもがよ。希望を貫く、死守する。まずは一番いい。おお、奇跡の中にあるのは断罪の時だけだ。面白いカードを引いたな。まあ、アウゼスを召喚するっていうのも面白いね。主義でもピカリを召喚するのがこれ強いんかな。まずは1枚目、希望をつなぐ、死守する。うわー、
さらに私にはタップするカードがねいっぱいところかましに採用されていると。これを入れることによって相手のクリーチャーもしっかり処理できるような構築にしてあるからね。やはりこの構築完成度の高さというものが非常にこういや強いよね。いくよ。天才と裁きの効果によってまずマイナス2000円とタップしていく。さらにタップされることによって何が起こると思う？アウゼスの効果によって破壊されていくと。断罪の時ですよね。悪のさらば。こんな感じでなんて言うんだろう、もう負けるっていうことはないんですよこのデッキで、うん、であとは多分ドルバイルも召喚するっていうのが相手の構築の多分やりたいことやと思うけども、そんなものは召喚させないと。なるほど。お前無駄なあがきすんなよ。ボイジャーの効果によってアルファディアスを確定サーチするよ。まずおー来た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 。いやお前に見せてあげるよモーリッツの効果をな。モーリッツは相手のクリーチャーをタップさせることができる究極の神。神のカードの前では何もできやしないんだ。現れるんだモーリッツルーパー召喚。自分のマナー像が7枚以上であれば相手のクリーチャーはタップされる。さらに断罪の時が起こるんだ。断罪の時、本物の戦をお前は魂の決断を見るのだ。まあ焦るか焦らないっていうのあるんやけど、まあ墓地にドルバルムがないので焦る必要性はないね。こちらアルファリアスを攻撃するまで、まあ、じっくりとねその時を待とうか。モーリッツが存在する限りお前に勝つ術はないんだ。そしてお前は地獄を見る最中から逃れることはできない。悪の最中に断罪の時。ほてて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 、レッゴーレッゴーレッゴー。なんかまあアルファリアスに頼りすぎにも良くないと思うんで、ここはちょっと殴っていこうかな。あのね、一番良くないのはアルファリアスっていうカードのその強力なその、強大な力に頼りすぎる。大いなる力は多少な力に負けるっていうのがよくあるんですよ。それ実話としてあるんだけども、この動き見切れるか。無駄なあがきをしやがって、地獄を受ける最中の準備が整っているとにもかかわらずによ。虹の輝きを見てくれ。フィールドトリガー発動。お前小ざかしいな。なかなかやるではないか。でもここはアウゼスを処理。おやっぱモーリッツ処理するか。モーリッツうざいからね、やっぱりタップさせることができる最強のカードやから、それをまあケアしたのは面白い判断ではあるが、だが私を突破することはできないんだよ。うわあが、おモーリッツを1枚だけではなく2枚も破壊するだと、なかなかやるな。だがお前はもう負けているんだよ。それは感じなければいけない。ただデーモンコマンダーうざいから破壊していこうか。これね一番恐ろしいからね、うん、まずは1枚で、ね、滅びの一つと断罪の時。だがこの猛攻を受けるくることはなく、お前は死を選ぶことになるのだ。おおおまださっきの試合も確かアクアサーファーで返せなかったね。結構シールドトリガーが多かったけども、やっぱこの圧倒的な横展開のソース、結構このアウゼスと、モール信号の効果いいと思うんで、まあ、気になる方は使ってみなさい。